猪瀬チャンネル、今日のゲストは浅田均さん、日本維新の会の参議院議員会長です。浅田さんとはもう10年来のお付き合いで、僕が都知事辞めた後2015年に大阪府大阪市の特別顧問をやるきっかけも浅田さんがいたからなんですね。それで、今日はその浅田さんといろいろとこれから大阪維新から日本維新の会になって日本をどうしたらいいのか、自民党政治ではダメなんだと、滅びてしまうということを、これからどう改革したらいいのかということを話し合いたいと思います。いや浅田さん久しぶりですね。はい、久しぶりですね。なんでここで2人いるのか不思議に思ってる人が いらっしゃるでしょうね。あのね、この猪瀬さんとの馴れ初めを話しますと、そもそも橋本徹という元大阪府知事がいて、石原慎太郎さんが都知事 で大阪、東京、名古屋、この大都市連合でこの日本をなんとか引っ張り上げられないかなということで、日本維新の会という政党を立ち上げるに至るんですけれども、その段階でまだ石原慎太郎さんが都知事されてて、で猪瀬直樹さんが副知事されてて、で私はまだ大阪府議会議員でしたけれど、まあ、その石原さん、それから橋本さんの、まあ、ビジョンを裏付けするその青写真みたいなやつをね、こう話し合っている段階だったんですけれど、まあ、たまたま猪瀬さんという石原都知事の知恵袋みたいな方がおられて、私たちは浅田さんはあれだよね、大阪維新の当時知恵袋だよね。まあ、知恵袋ちょっと重いんですけど、猪瀬直樹は本当に石原さんの知恵袋で、石原さんと橋本さんが意気投合したっていうのはあるんですけれども、私は猪瀬さんと意気投合以前にですね、私は猪瀬さんの大ファンというか 読者でありまして、猪瀬直樹の著作集はほとんど読んでいたというところに原点があるんですね。で知り合って猪瀬さんが著作集も全部一回、俺はこういう人間だから一回これ読んでくれって、うちへ全部本を送ってこられたんですけど、そのうちの半分以上は私は読んでましたし、帝の肖像とかね、天皇の影帽子とかね、ペルソナとかね、本当に僕の考えでは石原慎太郎さんよりも構想力も文才もあって優れた作家だなっていうのが私の猪瀬直樹像でしたので、その時また目にかかって、別のこういう側面も持っておられるんだなと。で道路公団民営化とかね、要するにその現実の問題点を見つけて、何が問題かというのをこう深掘りして、でそこにどういうその救済策があるか改善策があるかというのを提案して、それを実現していくと、構想力も実現実行力も突破力っていいますかね、そういうところで素晴らしい人だなって、新たにその猪瀬直樹をその段階で再発見したっていうのが猪瀬直樹さんとの出会いの思い出です。はい、浅田さんはね、京都大学卒業してから NHK に入って、さらにスタンフォード大学かなんか、あれは修士課程出て、そうですね、それでフランス語ペラペラになってて、そして OECD という国際機関、ヨーロッパ本拠はパリ、パリで活躍してて、で、ある時にお父さん府議会議員、府議会議長か、はい、議員です、府議会議員やってて、それで高等科になって病気っていうかね、それで後継いですぐ府議会議員になって、まあそれともかく大阪の雰囲気ってあるんだけど、それちょっとこうヨーロッパ的なその知性を入れ込んだという形のまあある意味ではその橋本松井さんたちに対しての知恵袋というか、まあ、今日はそういう話で、僕は石原さんの知恵袋みたいなことやってて、そういうお付き合いで僕の本を読んでいただいててということなんですよね。それでさて、その大阪というのはなぜ維新が大阪で生まれたかということをね、僕なりにちょっと考えると、日本維新が今なぜあるのかも含めて、ちょっと僕の考え説明すると、大阪っていうのはどん底だったんですね。そうですね、今日本どん底なんですよ。だけど一足早く大阪というどん底があって、そしてそこに自民党がいて、公明党がいたりして、
共産党もいて、うん、世界を変えなければいけないということで、うん、大阪の自民党が分裂するんですよね、うん、そこに維新という後しまさに維新するってことですね。維新が登場すると、大阪のどん底を変えなければいけないっていうことですね、うん、そこから始まってる、はい、で今日本全体がどん底になってきてると、だから日本維新、こういうことですよね、うん、そうです。大阪の当時のどん底具合をちょっと言ってもらうと分かるけど ね僕らご指導いただいたあの作家のね、あの坂井谷太一先生、ね、いつもおっしゃってたのは、うん、大阪はその日本における炭鉱のカナリアであると、うん、だからな何が起きるかっていうのは大阪を見れば分かると、うん、大阪は日本の先行指標であると、うんうん、で今がもう、まあ、どん底であると、あの方はあの大阪万博をプロデュースされてて、1970年ね、あのところが、まあ、あの一番良かった頃で、大阪が一番いいと思いますよね、はい、でそこから比べると、うん、僕はもう一番びっくりしたのは、あの年収200万以下 の世帯当たり所得っていうのが年収200万以下っていうのは 25%、うん、4分の1あるんですよね、うん、万博の頃は東京と大阪一緒だった、はい、それがで東京はだんだん良くなってだけど大阪はだんだん悪くなって、ね、50万ぐらい東京は増えて、うん、で大阪は50万ぐらい下がって、うん、もう100万ぐらい差がついてしまってたっていうのが僕らが維新の改革運動を取り掛けた、東京は人口増えていったのに大阪は減っていくと、そういう、はい、まさに今の日本の姿の当時先駆けてあったんだよね。そうなんですよ、うん、だからそこで何かやんなきゃいけない、貧しいでしょ、うん、貧しいから、まあ、あのまずこう企業が外へ出ていく、うん、でそれにつれて人も外へ出ていく、うん、またあの住民税が、うん、あの税収が減る、うん、で住民サービスは低下する、うん、で生活保護世帯が増える、うん、犯罪発生率が増える、でそれを見てまた企業が出ていく、うん、そういうあの負のスパイラル、負のスパイラルだね、はい、当時ね、全くでこれを何とかする必要があると、うん、で世帯がそんなにあるにもかかわらず、うんうん、市役所はあの栄えていると、そう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 、公務員天国って言われてて、そうだった、ね、で一番多い時ね、うん、あの大阪の人口っていうのは270万なんですけれど、うんうん、公務員が一番多い時は5万5000人持ったんですよ。で、ね、今3万5000人ぐらいまで減ってる、うん、しかし、うん、あの大阪の人口は横浜より100万少ないのに、うん、横浜の公務員の数っていうのは大阪市よりまだ1万人少ないんですよね、うん、だからそこまで減らせれるはずなのにそんだけ公務員を抱えてると、市バスの運転手さんですら高い人は年収1400万とかもらってるっていうことがすごく、だから改革の前に市バスの運転手さんが別にたくさん取っちゃいけないってわけじゃないけれども、うん、現業でね1400万円なんて普通ありえないですよ、うん、そういうふうに公務員天国になってて、そうそうそう、経済はどんどん落ちていくのに公務員天国っていう、うん、まあ、こういう世界が大阪にあって、そこで坂井太一さんがなんとかしようねっていうことで、うん、橋本徹や松井一郎や浅田さん、うん、まあ、そこで改革を始める、はい、でその改革の成果というのは何だったのかということを東京の人たちはあまり知らないんだよね、うんうん、でだからあの、まあ、橋本がもうその知事って言ってやるだけでね4000万あの退職金があるとか、うん、知事特権みたいなのあるんですけども、うん、それはもうなしにすると、うん、でまあ、いわば僕らが言ってる身を切る改革っていうのを始めて、うん、で返す刀であの僕らもこんだけ覚悟してるから、うん、君たちも覚悟してくれと、うん、だからあの一般職員だけでなしに、ね、警察官も教職員もね、うん、あの給料も 10% 以上下げたんですよ、ね、うん、だから維新に対する反発はものすごく多かった、うん、大きかった、うん、でもそうしないと大阪っていうのはもう赤字団体寸前だったんですね、うん、でずっと10年続けて赤字だったのを橋本がそれだけの年間1100億円の収支改善です、うん、1100億、うん、その収支改善やって、うん、で黒字化して余剰財源が生まれて、それを私立高校の授業料の無償化に使ったんです、うん、だから私たちの基本スタンスっていうのはその改革によって財源を生み出して、それをこう一番そこなんだよね、うん、だから改革をすることによって財源が生まれるっていうね、うん、今例えばウクライナの戦争があると防衛費を GDP 2% ぐらいに増やさなきゃいけない、うん、まあ、これ割とあの、まあ、共産党を除けばまあ割とコンセンサスなんだけれども、ただ岸田政権は2倍にしますって言ってるだけであって、じゃあどっから財源を生み出すんですかと、うん、それ赤字国債発行してね、うん、増やしたってしょうがないですからね、うん、ここはだからそこで、まあ、大阪維新が最初にやったのはだから身を切る改革によって財源を生み出して、はい、その生み出した財源によって、うん、例えば給食費を無料にするとか、はい、授業料無償化、はい、いろいろするっていういろんな形ですよね、はい、今出産費タダにしようとかっていうことになるんだけど、はいはい、そういう改革によって財源を生み出すと、うん、
道路公団民営化やったでしょ、はい、で道路公団民営化やってあれ国から税金3000億円にしたんですよね、うん、で40兆借金あって、うん、そしてそれを今もう20数兆円に減ってる1兆円ずつ減らしてますからね、うんうん、で3000億円入れてた税金を今度は民営会社になったら今度は税金納税するようになったんですね、うんうん、これ大変な大転換ですよね、うん、それだからあの全く同じことがあの、うん、大阪市でもやったことで、ね、大阪市営地下鉄が民営化したよね、はい、だからあのその必ずしもねあの公営企業公の施設だからといって公で運営する必要はなくてあの一つはパークマネジメントっていう公園ですよね、うん、大阪城公園なんかも大阪市が管理しましたけれども、うん、それを民間にこう、うん、まあ持ってるのは大阪市ですけれど、うん、民間に委ねるとそれでまあ遊園地のような形になって収益が入ってくる。だからお金使ってたところからお金が上がってくる。今の市営地下鉄で言えば市営地下鉄赤字だから税金を100億円投入したね。100円と。そしたら民営化したら今度は100億円納税するようになったから差し引き200億円増えたわけですよね。そうです。そういうことですよね。もともと戦前は大阪のバスとか、はい地下鉄ってのは納税してたんだよね。納税してたっていうか利益を上げてたんだよ、はい、納税なくて公益ですか。公益給利益を上げて、うん、市の財政を豊かにしてた、うん、それがどん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 今赤字になって、うん、そうそうそうで公民天国になって、はい、それをもう一回切り替えて、うん、大阪市営地下鉄は民営化されたら100億円納税、うん、こういうふうに変わったという、うんはいはい、それが財源を生み出す改革っていうことですよね、うんうんそれとね、まあ、一番言われてたのは二重行政っていうやつで、いやいやいや東京みたいに広域行政と市民サービスを提供する行政とうまく特別区と都に分かれてなくて、大阪市も大阪府も同じような権限を持ってると、都市計画権限とかね、だから そこで二重になってしまって、まあ、二重行政ですよね。無駄な投資がいっぱいあった。僕も覚えてるのは、うん、大阪行って淀川のところに、うん大阪市の水道局の浄水場があって、うん、これ隣に並んで大阪府の水道局、うんはい、水道の、まあ、浄水場が並んでて、はいはい、これ一つにすればいいわけだから、はい、一元化してね、はい、本来は、はい、大阪市立大学と大阪府立大学と、うんしてまあ、博物館とかみんないろんな図書館とか、うん、みんな2個ずつあるんだよね、はいはい、市内にあるんだからおかしな話だよね、うん、それをまあ大阪都ということで二重行政から生み出されるそのマイナスの財源をプラスの財源に変えていくっていう、ねうんはい、だから余計な投資がなくなったんで、うん、借金残高も減ってきてますしね、うん、そういうことですね、それは大きいですね、うん、本当に無駄な投資がいっぱいあって、うん、二重にやってて、うん、でしかも例えば大阪の、ね、湾岸開発の拠点として大阪市が WTC という、まあ、ビルを1100億円かけて作ると、うんうん、なら高層ビルでしょ、はい、なら大阪府はリンクゲートタワービルって、うんまあ、これゲートになってません、うん、1個だけだけど関空から出てくるところに2つのビルを建てる予定が1つだけになっててゲートだからこうなってるのにこっちがないんだよ ね、 でこの1個だけでもねそれ650億ですよ、うん、だからこっち1200億こっち650億使って、うん、で両方とも倒産してしまう、うん、でそういうその無駄な投資をやってたんで、うん、それをやめて財源を生み出す改革によって財源を生み出す。よくだからその大阪維新っていう形で橋本さんや松井さんや浅田さんが立ち上がったよね。いや僕はだからそのつまりその状態って本当にどん底で自利品でしょ、うん、それやらなかったら今どうなったかと思うよね。もうあれですね夕張みたいですね。夕張になってたよね、うん